タンです。でここが長さが違う風になっているので、お尻もスポッと隠れてとってもあったかいのと、ここにね調節ができるこういうのがついてるので、ちょっとくるってして短めでも着ることができます。そしてフードが外れるようになってるの、パチパチパチって。だからちょっとこういうのだとカジュアルっぽく着たり、フードを外すとワンピースとかにもぴったり合うようになるの。自分で外す外しました。もうちょっとこんな感じ、かわいい、あったかくてとても軽いです。こんな感じのダウンもあります。あとはね、あとは小物で言うとストールもおすすめで、寒いので今年もハーリップ2でストールを作りました。ここにメッセージとタグがついています。これも大きいの、私大きいストールが大好きで、大判です。こんな感じでサイズ的にはこんな、こんな感じでいろいろ使えます。いろいろ使えます。これ結構お手頃な価格だった気がする。いくらだっけな、14,000円くらい。カラバリはこちらの色とこのダークブラウンかな、この2色です。あとは、あと新作で言うと、あ、ファーコートも着てみようかな。人気のコートのですごく可愛い色があったので、このホリデー用に新しく作りました。ミントカラーです。どうですか、ミントのカラーです。この季節やっぱこういう色を着たくなるので作っちゃいました。ちょっとタグがついてるんだけど、これはこういうチペットもついてるので、もうこんな感じでとってもあったかい。ミントのカラー、ミントのカラーは結構いろんな色に合わせやすいので便利です。ベージュとかにも合うし、ブラックとかにも合うので、意外と使いやすいのでおすすめです。あとはなんだろうな、包装もさ、どれくらいでしょうね。重くないです、そんなに。ファーコートの重さって感じ。軽い、でも私の持ってるファーコートの中では軽い方だと思う。ダウンもすごく軽いです。ダウン軽いよね。リップケースが見たいです。ちょうどありました、ハリップ2で毎年作っているリップケース、今年も作りました。この2色です。これ中が、こういう片押し、外は片押しで中を開けるとチェリーになっていて、ここにメッセージが入っているの。これなんかメッセージ入り。
のリップケースです。リップが 2,3 本入るサイズになってます。そして明日発売じゃなくて12月9日発売のアイテムがあって、ネイルポリッシュを作りました。こんな感じ、じゃーん、かわいい。感じ。今私がつけてるのもネイルポリッシュの、これ何番だろう、1番のアメジストのカラーを今私もつけています。ネイルずっと作りたくて、今回ホリデーということで初めて作りました。カラーも本当全色お気に入りのカラーで、こんな感じ。近くで見るとこれもすごい綺麗でしょ。こんな感じ。色を作るのすごく楽しくて、また作りたいな。こんな近くで見て、こんな感じで、この季節に気分の上がる4色を作りました。これは2本ずつのセットなんですけど、サイトに詳細があるのでぜひ見てください。ネイルカラーと、あとは夏にも大好評だったオイルを作りました。ハーリップ2のキラキラのオイル、今回はヌードパールという香りです。すごくいい香りなんですよ。そう、こんな感じ。ボディに塗るとキラキラ光って保湿をしてくれます。こんな感じで当てて、こっち側じゃない、こんな感じで、あ、いい香り。もう全体がいい香りになる。このちょっとでローズがベースで、ちょっと冬の暖かさを表現したくて、焦げたキャラメルみたいなふわっとした香りです。で、その甘いだけじゃないのがポイントで、ハーリップ2の香りは甘いだけじゃなくて、ちょっとスパイシーだったり、あと何が入ってた、クラリセージが入って、ちょっと神秘的な香りだったり、そういうのをベース、女性らしい香りにと混ぜて、ハーリップ2って感じの香りに仕上がりました。この香り本当に私大好きで、もう毎日嗅ぎたくなる香り。前回のオイルパフュームの香りも好評で、なんかもう飲みたいっていう人がいたくらい、あの香りはもう好評でした。なのでこれも期待して待っててください。そしてあとは、キャンドルを作りました。こちらです。でキャンドルの中にクリスタルが入ってるクリスタルキャンドルです。これオーロラのグラスに入っているものになります。私クリスタルが大好きなので、今回こういうクリスタルのアイテムを作れてすごく嬉しいです。この中には、私が選んだんですけど、クリアクォーツとアメジスト、そしてクリアクォーツとローズクォーツのこの2種類になります。これも一つ一つすごく、あのどれも違う表情になっています。でこれ何ヶ月か前にストーリーにアップしたんだけど、これね、スマッシング浄化しました。クリスタルを、だからそれを入れてます。それがポイントかな。で本当にこの香りの量も結構たっぷり入れて、で日本ってキャンドルをつける方が少ないっていう風に聞いてて、キャンドル地震とかがあるからかな。で なのでその火をつけなくても楽しめるように香りがふわっと変わればいいなと思ったので、香りの量もちょっと多めに入れたので、そこもこだわりの一つです。ぜひクリスマスホリデーのリラックスタイムにこのアイテムを、あとギフトにもいいで、これもらったらすごい嬉しい。私どれもそうだけど、これこの3点セット、ネイルとオイルとキャンドルもらったらすごい嬉しい。ぜひギフトにもおすすめです。
こっちの色も見たい。じゃあダウンもうワンカラー着ておくね。これはグレーとホワイトベースにグレーのツイード。こんな感じです。ちょっと今わかりづらいか。去年もダウンがすごく人気だったので今年も作りました。ツイードも。そんな控えめのラメなのでそんなにキラキラって感じではないです。やっぱこれから寒くなるのでダウン持ってるといいなと思います。あ、そう、ロングもあるの。見えてるかな、今ちょうど映ってます。ロングもあります。サイトで見てください。ロングで可愛いのってなかなかないから本当におすすめです。あとこのバケハもかぶっとこう。こちらのバケットハットもおすすめです。あとマスク、こんな感じです。ここにメッセージが、これは冬のメッセージかな、入ってます。そう、動画で見た方が可愛い。白いワンピースのメッセージも、ラブなメッセージが入ってます。あとニットも可愛い。ニットもこういうパールがついているような。カシクールのニットだったり、これは両面で着れます。こっちでも着れるし、こっちでも着れるし、こういうのもいろいろあります。これね、メッセージドレスも可愛い。これ昨日私インスタにアップしたんだけど、これもすごい可愛い。カバンも見たいということで、カバンは今回ファーバッグも作りました。ちょっとお出かけするのにちょうどいいサイズです。こういう形で、このカラーにもこだわってて、この濃いブラウンとちょっと白にブラウンが入ってたりするのと、これはブルーグレーみたいな感じ、ちょっと水色っぽいんだよね。水色とブラウンみたいな、やはりカラーにペンがついてます。はい、ということで、明日来てくださる方、お待ちしてます。そして、今紹介した、ワンピースとかも明日の20時に発売になります。ホリデーをぜひ少しでもね楽しんでいただけたらいいなと思っていろいろ作ったので、ぜひサイトを見てください。カチューシャ、カチューシャ、ちょっとこのネイビーにこの色すごいけど、あとカチューシャとかも作ったの。これは何色だろう、パープルのカチューシャ。マスクしてネイビーのワンピ着てパープルのカチューシャ着てるからすごいけど、カチューシャこんな感じです。ぜひ検討してみてください。はい、じゃあまた機会があったらライブします。じゃあありがとうございました。あれ、これどこだろう。バイバーイ。